シーマックス難波店の水原です。今日ご紹介するのはこちらですね、ブルーサーディンですね。重さが2種類あります。ノーマルの普通のものと、それからヘビーっていうのがありますね。こちらのルアーの特徴といたしましては、リップが非常に長いです。なので足場が高い釣り場でも非常に足元まできっちり泳いでくれます。さらに、ちょっと塗ってしまってるんでわからないですけど、中に非常に大きな、重心が入っておりまして、飛ぶ時にはこちらに、泳ぐ時にはこちらにという風な感じで重心移動をします。あと、フックがね、スリーフック、トレブルフックが3つついてますので、非常にバラシが少ないですね。はい。あとは、まあ、泳がせるレンジを使い分けという意味で、ヘビーとそれから、ノーマルと使い分けていただいたら結構かと思います。カラーも、ラインナップが非常に多くてですね、こういった普通のホログラムのものと、あとはリアルカラーがあります。あとはグローベリーもあるんで、お好みで使い分けてみてください。青物、シーバス、タチウオ、何でも釣れますんでよろしくお願いします。